詰めとは、囲碁の部分的な死活を問う問題のこと。将棋の詰将棋に対応するもの。白黒の石が置かれた囲碁の万民の一部と手番が示され、どのように打てば自分の石を生きに持ち込めるか、または相手の石を殺すことができるか、すなわち死活を考えるものである。いくつも詰碁を解き、パターンを覚えておけば、実戦に類似した形が生じた場合に短時間で、 対応できるようになる。また、読みの力を養う絶好のトレーニングともなることから、囲碁の上達には欠かせない。このため、多数の詰碁問題集が市販されている。なお、詰碁という用語は、死活の絡む問題に用いられる。一方で、死活に関係なく、局所的な得を図るような問題は、手筋問題と言われる。例えば、黒岩で黒の石を活かす問題は、 黒線かつ、白の石を殺す問題は、黒線白紙という、白崎国紙。また、最善の手順を尽くすとこうになる問題もあり、それらは、黒線こう、白崎こうという。詰め後の問題集では結果まで書いているものもあるが、黒線か、白先のみが示されていることの方が多い。結果が書かれていないものでは、最善の結果になる手を答える。例えば、黒線の問題で、 白の無条件子になる手順と、こになる手順があったとすると、無条件子の手順を示さなければ、不正解とならない。なお、こが発生する死活について、昭和初期までは、問題図の範囲で、こ立てこう取りを争い、片側のこ立てがなくなった時点で、こ負け、こ勝ちと判定をしていた。こが発生した時点で打ち切りするのは、昭和30年代からの風習である。 詰め後の難易度は様々で、初級者でもすぐ溶けるものから、プロ騎士が何日もかかるような難問もある。3分で溶ければ、初段などと、気力の目安のついた問題などもある。自分の石を生かす問題と相手の石を殺す問題。共に黒線。さらに、手抜きが正解の問題。回答1、1が2の1と呼ばれる急所で、本門では白に、ここを打たれるとどう打っても生きられない。 1> 黒1.3に打った左側に一眼できるのを、白は防げないため、右側に作ることができる一眼と合わせて二眼の行きとなる。白2で3に打つのは黒2でやはり行き。回答2、3の後、ダメ詰まりにより白は A に打つことができない。白の2手目が3なら黒2で、やはり白し。なお、黒が初手で2に打つと、白1黒3白 A で失敗となる。回答 1> 黒1から白4の時、黒は手抜きで咳。この後、黒から打てば黒死、白から打てば黒息という皮肉な結果になっている。爪子は囲碁の死活を独立させたもので、古くから起礎の一部として存在した。中でも元に成立した元言語教が有名。明治時代には漢詩風が作られた。この時代には爪子を人狼と呼んでいる。また、中国では寄せを、 監視と呼ぶ中国では、詰め語という言葉は用いられず、死活問題集、工房問題集、手筋問題集、監視問題集、布局問題集という用語が使われてきた。日本では、1713年、井上同説隕石により、意古発用論が作られた。これは、難解なことで有名だが、作成当時は、井上家門外不出の書とされていた。 1812年には、林本美により、ご教習名が出版された。近代になると、職業騎士が、雑誌、新聞などで、継続的に詰子を発表するようになる。有名な詰碁作家として、前田信明、橋本宇太郎、ゴース制限、カ勝、氏、石暮れ夫、石田明、長倉がいる。また数は、多くないが、アマチュアの作家も活躍している。 爪子名作ベスト10は、前田信明が昭和47年に、起動詞に連載したエッセイ。原言語教発用論刊紙不言乱、語教修名詞活名記橋本宇太郎佐藤ただし難、肩勝詞筆者となっている。現在は、人狼といえば、盤面の全体を使った問題を指す。人狼では、この石が取れるか、といった条件付きの問題も認められていて、 定められた石を当たりの連続で追うものもある。中山紀之が多くの作品を発表している。自転類現代の代表的詰子作家の作品集入門書。ありがとうございます。